それでは帝国ですので代表の定例会見を開始します。では代表からお願いします。はい、おはようございます。今日は先にこれですかね、経済政策、はい、ということで、おはようございます。立憲民主党のまず今日はですね、経済政策を、まとめたということでまとめましたので発表したいと思います。今この画面にあるようにですね、立憲民主党の経済政策、人から始まる経済再生ということで掲げております。私たち、以前この成長と分配の議論っていうのがあったわけですけども、やはりそれは当然日本のですね、産業経済を起こし、そして働く者の待遇をより改善をさせてですね、経済を活性化させたいという思いがありますので、我々としては立憲民主党として日本を伸ばすと、そういう考え方に立っています。その日本を伸ばすということで、この1、2、3ですね、人を伸ばす、これは稼ぐ力をアップさせるということ、そして産業を伸ばす、これは供給力を高めていくということ、そして消費を伸ばす、需要をアップさせること、このようにですね、立憲民主党としてはまずこの日本の本来持っている可能性というものがちゃんと発揮される世の中にしなければいけないと思っていますが、残念ながらですね、自民党政権においてはこの失われた30年の9割のですね、政権を担ってきている自民党の下ではですね、少子化は進行し、そして日本の国際競争力は落ち、そして多様性がいまだなかなか社会の中で制度化されない、認められてこないということでですね、本来能力を持っておられる方々も生きづらさを抱えて日本社会に希望を持てず、中には日本を離れていくという方もあるわけです。例えばこの円安が続きですね、そして賃金が低い状態であるということであれば、日本で働くよりも海外で働いた方がより高い待遇を得られると、そういうふうにですね、日本から、日本の労働市場から離れている方も大勢おられる。改めてですね、我が国の国内のサプライチェーンを回復させていくこと、そして労働者を大切にすること、そして多様性をやはり認める社会に転換をしていくこと、そして特に焦点を当ててもらえなかった若い世代に対してですね、より良い待遇、環境を構築をしていくということ、そういうことがこの立憲民主党の経済政策の中に書かせていただいております。これは先ごろですね、経済対策というのは打ち出しております。これはまさにこの秋の経済対策として、今後6ヶ月今の物価高に対応したものとして我々は打ち出しをしています。ですからまさにその6割の世帯に対する給付ですとか、そしてトリガー条項の凍結解除ですとか、今まさに起きている物価高に対する対応というのが経済対策ということですね。で、今日発表しているのは経済政策ということで、これは総選挙に向けてもですね、我が党の特に経済産業政策分野の大きな姿を打ち出すものとなっています。改めてですが、この3つの項目でですね、もう少し具体的にいきますと、我々目標としては日本を伸ばすために掲げる目標として、物価を上回る年収アップ、これ政府が物価についてはですね、 2% ということを目指しているわけでありますから、我々としてもですね、この 2% の物価上昇があってもなお当然ながら可処分所得が増える家計にしなければならないと、そういう考え方でいますので、ということで我々は当面の目標として 3% の名目賃金上昇率の実現と、これは決して楽な目標ではありませんけれども、政治が真剣に取り組めばですね、実現できる、それを進めて取り組んでいかなければならないと、このように考えております。ぜひですね、これは党のホームページにも掲載をさせていただきますし、記者の皆様にはすでにブリーフもさせていただいているところもありますので、またもしご質問があればというふうに思いますが、我々としてはですね、特にこの2番目の産業を伸ばすというところにおいては、グリーン、
ライフ、ローカル、デジタルですね、グリーン、ライフ、ローカル、デジタル、まあ、こういった政策分野で大きく市場を拡大をさせてですね、まあ、投資も増やし、人材も育成し、市場を拡大させて、10年後の日本のこの飯の種を作ると。これはもちろん10年後まで待つということじゃなくて、10年間努力をし続けて、10年後にはもう世界の中で冠たる、世界の中のトップランナーである日本を作るということの意味合いであります。昨日もですね、東京の42東京というところに行ってまいりました。でこれはフランス発祥のシステムなんですけれども、デジタル人材を学費無料で育成するという、まあ、団体なんですね。でこれはじゃあ誰がお金を出してるのっていう話になると、デジタル人材を求めている企業が、出資というか寄付というかですね、これをして、そして日本では400人の今学生が無料で高度なデジタルプログラムを学んでいるということであってですね、こういう素晴らしい取り組みをぜひですね、政府として後押しをしていくと。今はこれどうもですね、その教育というか、ある種カリキュラムが整っていて、基本的にそれを自学自習をしてレベルアップを図っていくというものなんですが、コロナ期にですね、オンラインの教育もやってみたんだけれども、もうデータとしてオンラインよりも対面、オンラインよりも教室をしっかり持って教育した方が間違いなく効果が出るということで、今はその学生たちは一つの教室に集まってですね、そこで先生から教えてもらうんじゃなく、集まりながらカリキュラムを自分で解いていってですね、そして周りの生徒と一緒に教え合いながら高めていくという仕組みなんですけれども、まあ、こういうものを今東京だけに所在をしているわけですが、やはり地方都市なんかにもですね、展開をしていけるようにすれば、まあ、日本は今デジタル人材相当足りないと言われていますので、まあ、そういった無料で学べるということも含めて、さまざまな仕組みがある、こういうことにも我々まあ力を入れていきたいなというふうに感じているところであります。まあ、そしてこの消費を伸ばすというところについてはですね、例えば介護の分野で働く方々の待遇改善、そういうもので所得が増えればですね、消費も増えていくということになりますし、そして児童手当ですとか家賃補助、政府の取り組みっていうのはまだまだ残念ですが、特に若い世代がですね、ああこれだったら安心だと、これだったら大丈夫だと思えているかといえば、まあ、決してそんな状態には私はないと思いますので、まあ、改めてですね、この生活をしている方々が消費が伸ばせるように、税についても今やはり増税ではなくて、この増税をむしろやめるという考え方を世に伝えていくことによってですね、我々はまあ安心感も醸成をできるというふうに思っております。まあ、もちろん所得の再配分機能ということでは我々が考える税制というのはありますけれども、消費を伸ばすという観点からもですね、この経済政策を作らせていただいております。またこの後皆様からご質問があればお答えをさせていただきたいと思います。もう一点消費税に関してなんですけれども、この政策次の衆議院選挙の公約の基礎にもなるということなんですが、これまで総選挙や参議院選挙で打ってってきたその消費税の時限的な 5% への減税というのは盛り込まれませんでしたが、この理由について教えてください。はい、これは当時も時限的なというふうに言っていたのは、常に経済の判断をしながら政策を我々として提示提案してきたということなんですね。でその政策に忠実で、あるというか、ちゃんと一貫性を持つという観点からもですね、今日本経済、この我々は今回の経済対策でも需給ギャップは、随分と改善解消されてきている中にあると思っていますので、それで言うとですね、参議院選挙の時に消費税時限的に 5% 引き下げ、なぜですかっていう時には、この需給ギャップが大きいということですとか、コロナで消費が傷んでいるということを我々として理由として挙げていたので、今その環境にない中で
そのまま同じ政策を出すというような局面ではないなと、まあ、現時点でその考えで一旦留保しております。でこれはやはり経済は生き物ですから、状況はよく見なきゃいけないと思っていて、現時点でですね、例えば前回の政策を撤回をしたとかということではないんですが、まあ、経済状況において今それを訴えるという状況にはないと考えておりますので、まあ、その政策の選択肢というのは持ちながら、状況は経済の推移をよく見ていると、そんな状況です。ありがとうございます。